お疲れ様です。ポンタです。今日も信長の野望を波動実況していきたいと思います。チャンネル登録ぜひお願いします。本日は異例のですね、動画2本目になります1日。というのも、お知らせの方に結構重要な情報が来ていたので、こちら皆さんご覧いただければと思います。はい。シーズン2に登場する大名家についてとなっております。大名家の数が5つになりますというところですね。新たに松永家が登場します。ほうほうほうというところで、新たにですね、大名特性も変更されというところで指針としてくださいというところなんですが、はい、織田信長と武田信玄、上杉謙信、北条氏康、残っているのはまあその通りかなとは思うんですけれども、なんと松永久秀がですね、浅井と三好の代わりに登場いたしました。これ結構意外でしたね。まあ、6つでバランス取るのかなと思ってたんですよ。平家3つかけるですね、武勇知略で6っていうのがバランスいいのかなとは思ってたんですけれども、まあ、なんとですね、松永久秀の登場で浅井と、はい、三好がいなくなってしまったというところになります。やっぱ人気ないかなっていうところですかね。僕もですね、前からちょっと不人気って言って、いや人気あるだろうってひどいこと言うなよって、あの三好ファン、浅井ファンから怒られたんですけれども、まあ、全体的に見てやっぱ人気がなかったんですかね、こう見ると。はい、代わりに松永の久秀の登場になります。で、松永久秀自身が織田信長とか武田信玄と比べて人気があるわけではないので、どうなのかなと思います。まあ、左側の方の領土を取れるっていうですね、そういう意味ではあの地の利はあるんですけど、武将の人気で結構みんな選ぶんですよね。だって皆さんどこ選びます？織田信長の部下になりたいとか、武田信玄の部下になりたいとか、上杉謙信憧れるとかあると思うんですよ。北条いいなとか、はい。でも松永久秀かっこいい、その下につきたいっていう人なかなかいないと思うんですよね。まあ、あって本願寺でもギリですかね。結構宗教系なんでね、難しいところなんですけど、なんで、まあ、京都とかあっちの方に織田信長とか秀吉とかあるんならいいんですけど、なかなかですね、織田信長と同じ人気を松永が取れて難しいんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、大和郡山というところで奈良ですね。はい、奈良というところで東側に織田信長とかがいるかなと思うんですけど、西側がら空きになるので結構広い領土を松永家は取れるのかなと思いますけど、人数に差がつかないのを祈っておりますというところですね。かなりこの大名家特性有利にしないとなかなか人気面で追いつかないんじゃないかなとは思っております。またですね、松永久秀、まあ、武将として登場するのは確実なんですけど、なかなかですね、家臣に優秀というか有名な人が少ないんですよね。まあ岡国高とかですね、マニアックな人いるんですけど、まあ、あと同じ場所では島左近とかもいたかなっていうんですけど、島左近がバッチリ松永久秀の部下っていうところではないので難しいですね。まあ、強いて言えば宇喜多直家と斎藤道三と一緒にあの三大教諭、なんかこうですね、あのちょっといやらしい感じの言うって言われてたので、ひょっとしたら宇喜多直家とか斎藤道三と組んでめちゃくちゃ強い3人になるのかもしれないんですけど、なかなか松永家っていう意味ではいい武将は少ないのかなと思っております。ちょっと不安ですね、このあたりは。はい、皆さんどうです、松永家選びます？僕松永家選ぶぐらいやったら他の織田武田上杉選んじゃうかなっていうところではありますね。はい、あのこちらというところで、まあ、さっきの情報で分かるのはやっぱり今回も17カ国の地図ってことですね。まあ、東北とか、はい、あの中四国とか出すのかなと思ったらそんなことはなく、しれっとですね、まあ、あの17カ国今まで通りの地図で大名家だけちょっと差し替えてきたというマイナーチェンジになりました。個人的にはもっとですね、大胆に広げてほしかったなと思いますね。もうちょっとこう有名な武将のいるところまで広げてもらって、これに貼れるぐらい人気があるというと伊達政宗とか毛利家とか長宗我部とかだと思うんですけど、まあ、そこまで広げてもらうかなっていうところでしたね。まあ式割ってしまったのはしょうがないんで、はい、松永家行く方は頑張っていただければと思います。意外に毛利元就とかがガンガン手に入るんで、すごい人気になるかもしれないし。そしてアンケートのお知らせもございます。こちらですね、領主アイコン二階堂守吉蒼天禄が手に入る、まあ、これ有名ですね、この変な顔っていうところで、うちらのこのアイコンの顔欲しいだろうみたいな感じで、上の下り顔がですね、はい、思い浮かべるところかなと思います。小判500ってのは美味しいですね。はい、設問に進むでやってみてください。男性女性、女性いんのかなって感じですね。あなたの年齢を教えてください。おっさんばっかりでしょうね。あなたの職業を教えてください。まあ、結構ですね、
偉い人っていうかお金持ってる人とかいるのかなと思います。僕どこでいいでしょうっていうところなんです。ゲーム業界関係とかやったら怖がるんですかね。なんかね、なんでゲーム業界関係とか初めて見ましたよ。こういうの公務員より上に来るってあります？そんな内輪の人たちがやってるゲームってとこなんですかね。はい、パート、アルバイト、学生、専業主婦が下にあってゲーム業界関係上に行きます？はい、夜職とかあったら面白いんですけどね。そういう人結構いるかなと思うんですけど、なかなかいないというところで。はい、信長では波動の累計ログイン日数を教えてください。覚えたらへんわって感じなんですけど、はい、信長には波動に1ヶ月かあたりにかける課金額を教えてくださいとですね。5000円以下の人は人じゃないみたいな感じなんですかね。わかんないですけど、僕いくらぐらいだろう。ちょうど5000から1万ぐらいの美課金かなと思います。もう結構まあ1万円かけてる、毎月かけてるって、まあそこそこの趣味だと思うんですよ。アンケート取ったらしいんですよ、日本で。で、日本で1ヶ月に趣味かけてる人って、1000円ぐらいが割とボリュームゾーンだったらしいですね。1000円。そんなもんなのって感じなんですけども、若い人も含めてだと思うんですが。で、僕5000円、まあ、とんでもない1万このゲームにかけてて、まあ、他のゲームとかも合わせると課金2、3万ぐらいになると思うんですけどね。まあ、1万なかなかじゃんと思ってたら全然下の方だって、お前なんかこの程度だっていうんですね、突きつけられたような気分でございます。皆さんもっとかけてますかね。はい、信長とか機長とか速攻手に入れてた人いますからね。多分10万とかかけてる人いるんじゃないかなと思います。三国志波動プレイしたことある人は教えてください。スマホのゲームのタイトルを教えてください。僕はクラッシュオブクランですね。クラッシュオブクランも入ってて嬉しいなと思います。はい、ポケモン GO とか、ポケモン GO がライバルなんですね。ドラゴンクエストウォークとか、はい、ツムツムとかじゃなくて、お前らポケモン GO と相性いいだろうとか、そういう感じ見られてるのかなと思うんですけどね。はい、皆さんどんなゲームやってますか？マフィアシティとかあれですよね、なんか服とかをいきなり豪華な服を着て女の人助けるみたいなやつですよね。あれちょっとこれ見てやってみたくなりました。スマートゲームの本数を教えてください。僕3本ぐらいかな。やっぱ3つ超えるとね、しんどくない。2つが限界だと思います。やり込むんだったら2つが限界で、そこそこ軽く触れるっていうのも含めて3つっていうのが限界かなと思ってます。4つ以上いったらかなりやばいですね。はい、1つのスマートゲーム本ゲームに1ヶ月にかける課金額を教えてください。もういくらなんですかね。もう課金のことしか頭にないみたいな感じですかね。はい。で、信長のエヴァハドのゲーム全体に対する満足度を教えてください。はい、この辺はいい、僕ですね。ちょうどいいところをつけたいと思います。皆さん、どこをつけますか？ゲーム画面に対する満足度を教えてください。操作性に対する満足度、BGM に対する。BGM いいっすよね。僕、春とか好きなんですよ。BGM とかグラフィックめっちゃいいと思います。甲状腺、砦腺に関する満足度を教えてください。これ難しいっすよね。甲状腺とか砦腺、いい仕組みだなって思うんですけど、なかなかやってみると人数が合わなかったりとか、時間が合わなかったりとかでですね。まあ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 、そういうところで不安ですね。もうすごいいいポテンシャルを持ってて、ゲームとしては結構満足な部分もあるんですよ。向上線って、ただもろもろ含めてやや不満とかになっちゃうのかなと思う。そういう人多いんじゃないですかね。向上線欲しいんだよなみたいな人多いのかなと思います。信長のゲームの中、あなたが楽しいと感じた内容を教えてください。武将育成ですね。はい、僕は武将育成、内政つまんないですよね、このゲームの。はい、編成とか楽しいと思うんですけど、育成とか編成は内政クソつまんねえなって思いながらやってますね。領土の奪い合い、これは苦悩しかないですね。大名家一門、まあ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 、イベントつまらんみたいな感じですかね。族の殲滅割と僕好きです。はい、あなたが楽しくないと感じたものを一つ以上選んでくださいってことですかね。どれかな。難しいですけど、内政もうちょっと凝ってくれとは思いますね。うん、みんなは領土の奪い合いとかを選ぶんだと思うんですけど、イベントで楽しいものを教えてくださいっていうところですね。何ですかね、どれもこうハードルが高いなって思って。もうちょっと豪華にしてくれたらどんなのでもやってもいいんですからね。結構僕あれですよ、最後の、はい、天下騒乱のはいいのが手に入ったんで、添付900のとか、割と楽しかったですけど、やっぱあれですね、報奨がいまいちっていうのが多くて、そういう意味では楽しくないのかなと思います。信長エヴァ波動で最も良くしてほしいと思うところを教えてください。皆さんどこ選ぶでしょうか？知ったきっかけは何ですか？はい。ですね、ファミ通さんの記事を書いてですね、というところになります。情報を見たと、ことあるものを教えてください。まあ、マーケティングの参考にするんですかね。まあ、こういう感じになっております。ここ、自由記述欲しいですよね。なんか、
もう自由記述あったらもういろんなこと書くんですけど、それはちょっといらないっていうことなのかな。それは残念でございますけれども、はい、皆さんもぜひぜひアンケートを答えて、この小判と二階堂さんの顔グラを手に入れてもらえればと思っております。はい、といったところですね。今日はこんな感じで発表されました次のシーズンのマップと、マップは発表されてないですけど、まあ推測するに17カ国モードのあのマップだなっていうところと、はい、武将松永が入るぞという、こんなに重要情報なのにこんなにエキサイティングにならないことあります？もうちょっと派手な武将入れろよって思いますけどね、個人的には。はい、といったところになります。まあちょっとですね、思ってれば長くなりましたけど、皆さんの感想を聞かせていただければと思います。ありがとうございました。失礼します。